おかえりなさーい。今日も一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか？今日も帰ってきてくれて最上級のありがとうございます。そして今この動画に初めてたどり着いてくださったあなた、しまこの部屋に来てくださってありがとうございます。ぜひこのご縁に一曲聴いていってくださいね。私は22年目の活動をしておりますシンガーソングライターしまこと申します。富山県高岡市出身です。よかったらこれから仲良くしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さて昨日は三重夜を迎えまして、ね、プレミア公開の方でも皆様お祝いのメッセージいただいておりましたり、コメントの方も皆さんたくさんありがとうございます。すべて目を通させていただいております。ありがとうございます。昨日はスペシャルトークとしまして、私の今まで走ってきたその中で得たエピソードだったり、私が糧にしてきた言葉だったりをお伝えさせていただきましたが、そんな日々をお話しすることでまた少し歩み寄っていただけるきっかけになっていたらとても嬉しいです。そしてこれから生きていくあなたの日々にも何かパワーになっていたらとても嬉しいです。さて、この間数日前の放送でオートミールに最近ハマっているというお話をしておりました。2週間前ぐらいだったかな、しまこが初めてオートミールにね挑戦したというのをきっかけに、この間はオートミールのクッキーまで作ったっていうお話をしておりました。そのオートミール、しまこがどんなのを食べてるのかっていうのをご紹介したいと思います。まずですね、これかなり少なくなってるんですけど、開けますとね、パッケージがこんな感じのパッケージですね。ハッピーだ、ハッピーのじゃないよ、ハッピーのじゃないよ。さっきからこのカサカサっていう音でね、ハッピーが寄ってきてるので申し訳ないんですけど、はい、こんな感じでですね、500g 入りで150円ぐらいなんですよね。こんな、中身はねこんな感じですね。見えるかな、こんな感じ、こんな感じです。はい、業務スーパーで 500g 入りで150円ぐらいだったんですね。でこれがもうなくなってきたので4日前ぐらいですかね、病院の帰りにね、こちら、じゃじゃじゃん、あ、ちょっと焼いてくれる、ちょっと焼いてね、あ、ちょっとめ思いっきり乗っかってますけど、はい、今度はこちらを購入してみました。こちらも業務スーパーさんにあるものなんですが、これもね、500g で160円ぐらいなんですね。はい。はい。こんな感じでね、もう安いんですよね。で、しまこがどんな風に食べているかっていうと、このオートミールにお水をかけてチンすると、レンジでね、チンすると、米化って言って、ご飯みたいになるんですよね。ご飯みたいになるので、普通にそれに納豆をかけたりしてご飯、納豆ご飯にしたりとか、あとは、このオートミールに水ちょっとかけて、ミックスベジタブルとチーズをかけてチンして、ちょっとドリアみたいに、ドリア風にして食べたりとかね、しています。お米を食べるときと、このオートミールで食べるときとね、今半々ぐらいかな。安いっていうのはね、こんなに安いんだっていうのがねすごいいいので、そして栄養満点でね、食物繊維もたっぷり、タンパク質もたっぷりなので栄養も満点なのでね、ぜひ、試す価値はあるかなと思います。皆様、お試しくださいませ。はい、以上、しまこのオートミールのご紹介でした。イエーイ。オートミールを使ったレシピっていうのが YouTube にもう無限に上がっておりますので、食べ方どうしたらいいのかなというのには困らないと思います。
はい、ぜひ食べてみてくださいね。ということで、こんな風に、いつも楽しい放送をさせていただいているのは、私の活動を支えてくれている皆さんのおかげです。ありがとうございます。ファンクラブやメンバーシップに入るという形で、しまこの活動を存続できるように、支えてくださっている皆様、本当にありがとうございます。もう感謝の気持ちでこれからも動画を作ってまいります。皆さん本当にありがとうございます。それでは今夜のご案内です。どうしてもね、5月中に一緒に見たい動画がありまして、それは去年の5月にしまこの部屋でアップしている動画なんですが、先日アップさせていただいた君の風と同じく5月の新緑の季節にぴったりの歌なんですね。風になるね、君の風と風になる、タイトルもねシンクロしておりますけれども、一緒に新緑の中を散歩しているような心地よいほのぼのした動画になっておりますので、今から一緒に見たいなと思います。この風になるは辻彩乃さんの曲で、ジブリの猫の恩返しの主題歌だった曲なんですね。はい、今回もハッピーニャン大活躍です。1年前のね、まだ髪の長い時のしまこが出ておりますけれども、それでは皆さん、5月のほのぼの散歩、一緒にお出かけしましょう。準備はいいですか？しまこが歌う風になるとともに参りましょう。レッツゴー。
誓った約束乗せてゆくよ。ありがとういかがでしたか？一緒にお散歩できましたか？ね、この季節の新緑とても私は好きだなといつも思います。新緑と一緒に感じる風がとても心地いいですよね。ぜひコメントに感想いただけたら嬉しいです。いつも全部目を通させていただいております。ありがとうございます。ではここからお知らせです。あと27、28、あと3日後になりました。はい、しまこの月に1回のライブ配信です。生ライブ公開ということで、毎月29日月に1回のライブ配信、ぜひ遊びに来てください。同じく9時に集まっていただければ大丈夫ですので、当日は今できる限りの形で歌を歌っていきたいと思っておりますので、久しぶりにしまこの歌声楽しみにしていてくださいね。お待ちしております。そしてここからはファンクラブメンバーシップのご案内です。しまこにはファンクラブがあります。いつもそばにしまこファミリー、しまこと LINE でつながり、皆さんにいろんなメッセージや日々のご挨拶や最新情報をいち早くお知らせしております。難聴の治療が終わった頃には皆さんと直接お会いできるような催しをファンクラブの中でしたいと思っております。弾き語りライブなどもやっていきたいと思っております。ぜひ今のうちからファミリーになっていただいて、より絆を深めていけたら嬉しいです。しまこファミリーで検索していただくか、概要欄の方にしまこファミリーに入る URL が書いてありますので、そこから入ってきてくださいね。お待ちしております。そしてこちら YouTube しまこの部屋にはメンバーシップ制度があります。こちらにはメンバー限定の動画がたくさん上がっています。そして月に2回とってもアットホームなメンバーシップならではの距離の近い、本当に家族のね、ホームパーティーみたいなあったかいライブ配信をしております。前回もとても本当にアットホームなあったかいライブとなりましたね。皆さんとっても楽しかったです。ありがとうございました。まだご参加いただいてない方、ぜひこの機会に入ってみませんか。
あなたのご参加を心よりお待ちしております。この下にあるメンバーになるというボタンを押していただくか、概要欄の方に URL が貼ってありますので、そこから入ってきてください。お待ちしております。はい、今日も大切なお知らせを聞いてくださってありがとうございました。ではここからしまこと一緒じゃんけんいきましょう。勝ち負けはありません。何か一緒になったら嬉しいなっていう気持ちで楽しくじゃんけんしてみましょう。それでは参りまーす。しんまこと一緒、しんまこと一緒、しんまこと一緒、じゃんけんぽーん。はーい、パーでした。パーのあなた、しんまこと一緒な夢を見られるかもしれません。はーい、チョキだったあなた、チョキだったあなたは、オートミールの夢が見られるかもですよ。そして、グーだったあなた、グーだったあなたは、はい、お祭りでビールが飲めるかも。ね、これがいいね。これがいいかもね。うまい、うまい。はい、ということでみんなハッピーでした。イエーイ。それでは深呼吸してまいりましょう。いきましょう。人生は祭りだ、わっしょーい。はー、息を吸って、ふー、吐いて、リラックスしてください。今日も頑張った自分にリラックスのプレゼント。はい、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。それでは本日もエンディングは現在ほっ、ジャポニカ学習帳 CM ソングになっております。最上級のありがとうをお届けします。今日もありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとう。いい夢見ましょうね。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り尽くせない。